ここで質問です。 Facebook の COO シェロル・サンバーグは何時に仕事を終わらせて会社を出るんでしょう。 A 夜の11時、 B 夜の9時、 C 深夜の2時、 D 5時半。正解は5時半なんです。はい、アメリカの Facebook 大手中の大手の COO がなんと5時半に仕事を終わらせているんです。さてどうやるんでしょうか。ちょっと学んでいきましょう。そもそもですね、残業は何かっていうんだけど、残業は昭和時代に流行ってたサラリーマンが稼ぐ方法だったのね。まあいわゆる景気が右肩に乗ってね、日本がバリバリ成長してて、もうバブルの手前とか、そういう時にサラリーマンやってたらどうやってお金を稼ぐ、ね、ボーナスをもらえるっていうのは一つだよね。もう一つはオーバータイムなんだよ。例えば営業マンがお金をもっと稼ぎたいなと思ったら、営業を増やして売り上げを上げればいいよね。でも固定給のサラリーマンはなかなか難しい。それでバーン、いい方法は会社に残って残業をすると給料が増えるっていうことなんですよ。今は残業は法律で禁止にされるとか、テレビでもいろいろピックアップされてるよね。で、長期的に残業を続けると逆に効果が落ちるのね。成果が落ちちゃうんだよ。でも日本の会社では残業がめちゃくちゃ流行っている。今日今から紹介する3つの方法であなたも残業時間をガッツンと減らすことができるようになります。実は残業についてはヘンリー・フォードが1900年代の前半に12年かけて調べてたので、フォードの場合はファクトリー、まあ、いわゆる工場で働く人たちが週40時間以上働くと効率が落ちちゃうって分かったの。どういうことかっていうと、まあ、例えば週40時間働いてて、その半分が20時間だから、それをプラスして週60時間働いたら 50% の効率は上がるのかっていうことなんだよ。で、逆にそうやったら車の設計ミスとか、出てきた車がちょっとおかしかったとか、それを直すことにもっと時間がかかっちゃって成果が落ちたので、あともう一つあって、それはもう本当に人が死んじゃうような、もうキャタストラフィックの事故がいっぱい起きたのね。まあ、これ考えるとわかるよね。例えば週40時間働いてて、じゃあプラス週40時間働いてください、だからトータルで80時間働いてくださいって考えて、そしたら効果が、ね、プラス 100% だから今の 200% になるよねって考えるけど、そうじゃないよね。でリサーチによると、短期的に残業を増やすと効果が上がるっていうのは出てるのね。でもそれが終わった後、ちゃんと休みをもらわないとノーマルのレベルにまで戻れないの。だから残業を増やしたら3週間から4週間経つと、ほぼの人たちは効果が逆に下がってくるの。もう一つ面白い話があるの。これは1990年代にマッキンジーっていう会社のディレクター、ジョン・キャッセンバックさんっていう人が面白いことに気づいたの。まあ、当時のマッキンジー、今もそうだけど、もう週7日間働く人たちなんだよね。もうディレクターレベルなんてめちゃくちゃ働くわけよ。で、彼は宗教的な理由、まあ、日曜日に教会行くみたいな感じで週1回お休みを取れたので、面白いことに気づいたら、彼の仕事が他の周りの人よりなんかうまく進んでるわけよ。なんでだろうって思って、気のせいかなと思ってて、で今度彼は週2回休みを取ることにしたのね。そしたらもう明らかに彼の仕事が伸びてて効果も高くて、もっと済ましてるわけよ。これ面白いなって思って、で彼独立したのね。で彼は独立してカリフォルニアにテクノロジーとかネット系の会社に投資するベンチャーキャピタル、オープンビューベンチャーパートナーズっていう会社を立ち上げたのね。で、この会社は1回に5億円から20億円を企業に投資して成長させるっていうビジネスモデルで、彼が投資している会社で最も売上を出してくれた会社は、平均時間が週40時間ぐらい働いている会社だったのね。だから A 社と B 社があって、 A 社はもういっぱい残業して、もう朝から晩まで週末もかけてこれだみたいな感じでみんな働いている会社で、 B 社は平均時間が35時間から40時間ぐらいの会社、
A 社の人たちに聞くと、いや俺たちめっちゃすごいの作ってますよ、もう朝から夜まで頑張ってますって言ってるわけよね。でも実際の売上とか見ると B 社の方が売上出してるし、 B 社の方がお客さんが求めているものを出しているので、でちょっとこのグラフを見ていただきたいんですけど、これマックスウェルカーブって言って、下に週に働く時間があって、で上に効率があるんだけど、このだいたい40時間ぐらいが一番効率が高くて、でそれを超えちゃうと効率が下がってきちゃうの。本当にビジネスでうまくいきたい、この企業を立ち上げたい、自分のクリエイティブな仕事でもっといいものを出したいと思ったら、残業をしすぎると逆に効果が下がっちゃうんだよ。じゃあ今日はあなたも残業時間をもう今日から減らすことができる3つの方法を紹介したいと思います。仕事で一番大切なことにフォーカスすること。2つ目は80-20の法則、いわゆるパレートの法則を使うことで、3つ目に一番大切なことを午前中に終わらせるっていうことなんだよね。1つ目の